いいね。テーマパークは、はい、ちなみにどこのテーマパーク？八景島シパラダ。水族館。水族館とテーマパークが。はい。いいね。楽しそう。めっちゃ楽しかったです。そうだよね。ちっちゃい時に。はい。車で。あ、長い時間かけて行きました。そっか。はい。いいね。なんかその移動時間もさ。はい。なんかワクワク。いい思い出だよね。はい、確かに懐かしい気持ちにもなるし、いいなぁ、シーパラダイス。私は、はい、まず、おばあちゃん家が結構遠いので、はい、お休みの日になると、家族みんながお休みになると、まずはおばあちゃん家に遊びに行って、毎日みんなでどこかしらお出かけして遊ぶっていうのが思い出で、そのコースか、もう一個は家族みんなで劇団四季、劇団四季、そう、ミュージカル感劇をするのが結構好きなので、はい、お休みになるとみんなで舞台感劇行ったりとかしたりしますね。そう、すごいね。そう、いいよね。それでは始めていきましょう。せーの、 AKB48 のささやきラジオ。多分山梨、石川、福井でしか流れないから。皆さんこんばんは、 AKB48 の山内瑞希です。そして山崎さらです。お願いします。はい、ですね、収録時点今日はまだまだ4月の頭なんですよね、実は。はい、ゴールデンウィークの話をしてたんですけど、まあ、実は4月の頭ではあるんですけど、その放送日はちょうどね、ピアアリーナでコンサートをしてる時期、北陸放送さんではもうね、コンサートを終えた私たちが登場してると思うんですけど、山梨県さんと福井県さんでは、まあ、直前、コンサート直前の時期になってると思うんですけど、収録時の私たちの今の状況で言うと、まだまだリハが始まったばかりで、まだまだね、衣装が何なのかとかもまだ分かってない、分からない、ね、状態で、ワクワク、はい、これからが楽しみな状態なんだけど、なんですけど、ね、まだリハはオープニングブロック、はい、少しお ね少しだけ、はい、みんなで全体でリハーサルして立ち位置決めたりとかだけを終えた状態です。はい、なのでね、コンサート、北陸放送で聞いてる皆さんはコンサートどうでしたかね。いいコンサートだったかな。ね、いいコンサートだったって言ってもらえるように、これからね、リハをたくさん頑張っていけたらなと思います。そしてコンサートの感想だったりとかは、今度の放送でまたゆっくりお話できたらなと思っておりますので、また聞いていただけると嬉しいです。それでは AKB48 のささやきラジオ、多分山梨、石川、福井でしか流れないから、ぜひ最後までお付き合いください。この番組は山梨日日新聞社の提供でお送りします。48のささやきラジオ、多分山梨、石川、福井でしか流れないから。 AKB48 の山内瑞希です。山崎さらです。さて、コーナーに参りましょう。最初のコーナーはこちら、ひそひそコロコロトーク。イエーイ、イエーイ。
ーナーでは全国放送じゃちょっと恥ずかしくて言えないという話を、山梨、石川、福井なら秋葉も遠いしギリギリ言えるということで、リスキーな話からちょっと照れちゃう話まで話していくコーナーです。はい、こちらにサイコロがございまして、サイコロの目にそれぞれお題が用意されてるので、それを振って出たお題でトークをしていきます。ちなみに1が出たら東京で好きな場所の話、2が出たら最近した買い物の話、3が出たら〇〇先輩の素敵なエピソード話、4が出たら後輩同期の可愛すぎるエピソード話、5が出たら暴露話、そして6が出たらサイコロを引いてない相手にお題を選んでいただきます。先週はね、じゃんけんで、はい、私が勝って、私がなんだっけな、暴露話だ、暴露話を話したので、今週はソララちゃんにサイコロを引いてもらいたいと思います。はい、じゃあお願いします。なんだかな、一緒だ、5だ、暴露話いきなり暴露話はい、ありますか暴露話。そうですね、でも大したことではないかもしれないんですけど。全然何でも。私あの何何、パサパサのお肉が好き。どういうこと、パサパサのお肉。はい、そうですね、うん、あの油とか脂身が苦手なので、うん、なるほどね、結構ささみとか、うんうん、タンとかが好きなんですけど、結構お肉パサパサになるまでそのささみを茹でたり、うんうんうん、あのタンをジャーキーになるまで焼いたりするっていうのをよく、うん、はい、やってます。ジューシー系のお肉よりかは、はい、もうパサパサ、パサパサが好きなのでパサパサなんだ、うん、そうですね面白い。よく焼肉とか行くと、うん、あの焼きすぎてて私が、うん、え、それ食べんのってよく言われますそんなに、はい、そっか、ささみはそのパサパサにして、はい、味付けとかは何かつけたりする？でもお鍋に入れることが多くて、なるほどね、はい、うんうん、それでポン酢で食べたりしてます。いいね、はい、そっか、パサパサか初めて聞いた、パサパサのお肉好きですって、はい、油を全部外に出して。なるほどね、はい、ちなみにお肉以外だったら好きな食べ物は？好きな食べ物はそうですね、でもやっぱり焼肉が大好きです。あ、そうなんだ、お肉が好きなんだね。お肉というよりタンを食べに。あー、なるほど、はい、牛タンが好き。はい、確かに牛タンいいよね。私もあの焼肉系の油が苦手で、うん、すぐもういいやってなっちゃうタイプで、うんうん、なんだけど、あのタンって永遠に食べれるよね。食べれますね、わかるタン美味しいよね。はい、いいね。じゃあね、なんだろう、焼肉、メンバーとさ焼肉食べに行ったりする？あ、します。結構17期研究生で行ったりします。うん、みんなで。はい、何人かで。そうなんだ。はい、その時も牛タンばっかり？そうですね、結構みんな牛タンが好きなんですけど。あ、みんななんだ。はい、いいね、牛タン食べ放題のお店とかありそう。うん、行きたい、ね、行ってみたいじゃあいつかね、いつか一緒に行こう、はい、ありがとうございます牛タン食べに行きましょう、はい、ということで以上、ひそひそコロコロトークでした。ではここで一曲お聴きください。この番組は普段隠しているようなことをこそっと言ってしまおうという番組ですので、私たちが選んだ AKB48 の隠れた名曲をおかけします。1曲目は私山崎が選びました。はい、この曲はですね、うん、私の大好きだ岡田奈々さんが、うん、はい、歌っている曲なんですけど、うんうん、結構私は可愛い曲もまあ好きなんですけど、どちらかというとかっこいい系の曲がすごい好きなので、うん、この曲は最初聴いた時からもう何回もリピートしてて、うんうん、もう毎日聴いてるような曲です。そうだった。はい、それでは聴いてください。コイントス。
れない。いつだって豪華ベースでどういうカットダンスつもり。あなたはきっと耐えくれずに違う誰かといちゃいちゃ。やるべきか行くべきか迷っていた。AKB48 のささやきラジオ、多分山梨石川福井でしか流れないから。続いてのコーナーはこちら、タイトルコールお願い。いつだって君が好きだ。イエーイ。はい、前回からの新コーナーです。このコーナーは私たちの最新シングル、どうしても君が好きだの歌詞から取った、私たち AKB48 メンバーがいつだって好きなものを発表するコーナーになります。リスナーさんにも送っていただいておりますので、今回はそちらをじゃんじゃん発表していきたいと思います。はい、じゃあ早速ね、私から発表していこうかなと思います。ラジオネームひろっぴさんからいただきました。いつだってプチプチを潰すのが好きだ。おプチプチね、懐かしいな。梱包材のプチプチをテレビを見たり音楽を聴いたりしながら無心に潰すのが好きです。理由はないです。たまにプシュってすかしちゃう時も含めてプチプチ潰すのがたまらないのです、だそうです。おプチプチはね、子供が大好き。はい、大好きですね。印象だけど、大人になった今でもね、見かけると、はい、潰したくなっちゃうよね。よくやりますねなんかさ、ちっちゃいタイプとさ、めっちゃ大きい、はい、あります、あります、あるよね、はい、大きい丸パーンってなるよ、ね、なんかめっちゃ大きい音鳴る、はい、からさ、それもそれで面白いし。そうですね、最近ガチャガチャとかでもなんか あるって聞いたので、なんかね流行った気がする。もうだいぶあそれですプチプチね。あのね、私がね、小学生中学生ぐらいの時にめっちゃ流行って、もう流行ったのか分かんないけどめっちゃハマっててそう、持ってた、あ、持ってましたか。そう、水色のずっとプチプチずーっとやってた一日中すごいいいよねプチプチ。はい、そう、たまにね、確かにシュッて、はい、無心でやってますね。そう、なんかあんまり音が鳴らなかったりとか、なんか場所によってそう、場所によってそう全然音が鳴らなかったりとか、あと効率よくプチプチしたくなった時にあの雑巾絞りみたいに絞ったらめっちゃ一気にプチ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 ってなるのがめちゃくちゃ面白かった。すごい、そう、やったことないですまだ。あ、本当、はい、今度じゃあやってみて、はい、皆さんもぜひやってみてください。そうやってみて、面白いですじゃあ続いてそららちゃんお願いします。はい、ラジオネームほっくんさんからいただきました。いつだってポテチが好きだ。おポテチね、ポテチ、はい、社会人になってから約20年、ほぼ毎日ご飯食べた後にビッグサイズのポテチを一袋丸々食べてしまいます。すごい、すごいポテチいいですよね。最近食べた？よく食べてます。そうなんだ意外。そうなんですよ、すごいに待って、ホックス20年毎日ってすごいね。すごいですね、しかもビッグサイズのポテチ、ね、ほっくんさん、あのそろそろ控えた方がいいかもしれないかもですよ。20年ってすごいですねいやすごい、確かに自慢したくなるレベルで、うん、すごいことかもしれないけど、ちょっと健康面
を考えまして、ちょっと時々そうだね、ちょっと頻度を減らすのも一つかなと思いますねえ、ポテチハマっちゃうよね。はい、美味しいです。確かにいろんな種類あるもんね。はい。え、そららちゃんは何のポテチ、何味が好き？私は塩かブラックペッパーが好きです。あー、ブラックペッパー、え、はい、もしかしてだけど、はい、片揚げポテト。あ、そうです。あ、いいよね。私も最近は全然食べてないんだけど、なんかね、一時期めっちゃハマった記憶。わかります。あれ一回ハマりますよね。一回通る道だよね。はい。そっか、ほっくんさんは何食べてるんだろう、気になるけど、うん、ちょっと、まあ、まずはビッグサイズから普通のサイズに、ね、戻すところからちょっとずつね出していけたらいいかなと思います、はい、ほっくんさん、でもね、メールありがとうございます。ありがとうございます。続いて、じゃあ私発表します。ラジオネームけんたさんからいただきました。いつだってラーメンが好きだ。おー、続いても食べ物だね。そうですね。で、毎日食べてるわけではないのですが、時間のある週末はラーメンを食べに街を出歩くことにしています。ズッキーがひななちゃんと食べに行ってたトマトラーメンも劇場へ行った帰りに食べました。いろいろと食べた結果、家系ラーメンか煮干したっぷりのセメント系ラーメンが好きということに気づきました。これからも健康に気を使いながらラーメン食べます、とのことです。うん、確かにラーメンもね、結構なカロリーなイメージはあるけど、はい、そう、私もだいぶ前に下口ひななちゃんとトマトラーメンをね食べに行ったの、うん、知ってる？トマトラーメン、なんか、うん、そのツイートかなんか見ました。あ、本当？はい、そう、なんだろう、あのね、太陽のトマト麺っていうお店の、はい、トマトラーメンがめちゃくちゃ美味しくて好きで、はい、で、そう、それも一時期ハマってたんだけど、ひななちゃんもそのトマトラーメンが好きっていうことに最近気づいて、で、一緒に食べに行こうってなって行ったんだけど、はい、そう、ベースがトマトだから、まあ、普通のラーメンよりかはちょっとね、ちょっと女性にも優しいのかなって、うん、って思って、で、味も美味しいし、そう、めちゃくちゃ好きなんだけど、トマト好き？はい。あ、本当？じゃあ絶対美味しいと思う。うん、ぜひ食べてみてほしい。はい。ね、ラーメンもいいですよね。はい、ラーメンよく食べるので。本当？はい。そっか、結構ジャンキーなの食べるね。そう、結構ジャンキーででもお肉は、お肉はちょっとバリバリ、パサパサ、パサパサ、はい、そうなんだ、意外だな、面白い。じゃあ続いて、そららちゃん最後、はい、紹介お願いします。はい、ラジオネームわたぼうさんからいただきました。いつだってコンビニの新商品が好きだ。おー、新商品ね、いいですね、はい、お弁当でもパスタでも飲み物でもデザートでも新商品というシールが貼ってあるとつい気になって買ってしまいます、うん、今は新商品のお茶にハマってます、お二人はどうですか、ということだそうです。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。確かに新商品って惹かれるよね。そうですね、結構赤とか目立つ色で貼ってあるのでわかる、確かに、はい、目がいってしまいます。そうだねスイーツとかね。そうですね、なんか新商品って大体なんか期間限定のものが多かったりするから、はい、今しか食べれない。しかも新商品ってことはまだ世の中の人あまり食べてないかもしれない、はい、って思うとより手に取りたくなっちゃう。そうですね、食べたくなりますね確かに惹かれるよね、はい、コンビニの新商品、うん、コンビニがまず好き。わかります。酔っちゃう。酔っちゃいますね。あると酔っちゃうよね。ついつい飲み物とかお菓子とか。わかる。買いに行っちゃいますね。お茶、新商品のお茶って何だろう。お茶、何ですかね。ね、お茶の新商品って初めて知ったかも。気になる。わたぼうさん、ぜひ今度教えてください。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、以上、いつだって君が好きだでした。それでは私たちの
4月26日発売の61枚目シングル、どうしても君が好きだを聴いてください。 AKB48 でどうしても君が好きだ。嫌悪に落ちてしまうんだ。白いシャツはなぜかいつもより眩しく見えて、逃げ出したくなるよ。心はいつでもある一つで、心の中で鳴る警報器みたいに、目の前の愛しさに立ち止まることしかできない。就活、私らしい未来を描く、自分らしい山梨就活、3日 IBS 企業ガイダンス、5月27日 iMesse 山梨で開催。会員登録受付中、詳しくはウェブサイトをご覧ください。司会の開催が難しくなった昨今ですが、このラジオだったらできちゃいます。しかもささやき限定。このコーナーではリスナーの皆さんに握手会で私たちに支えてほしいセリフを紹介するコーナーです。はい、今回はですね、あの2人で一つのこのメールを一緒にセリフみたいにね、掛け合いで、はい、紹介したいと思います、はい。ラジオネームハッシーさんからいただきました。準備はいい？はい、オッケー、いきます。山ちゃんです。山ちゃんです。二人合わせて山ちゃんずです。はい、というわけで今日も元気にささやいていきたいと思います。以上です。はい、ということで山ちゃんず、はい、そう、山内みずきの山と山崎空の山で、はい、山ちゃんずということで、ハッシーさんが2人の名前を考えてくれました。はいね、確かに山共通点。そうですね、ね、山、なんか確かに山お揃いだから、山お揃いだし、そららちゃんと私のそのコンビ名みたいなさなんか決めたことなかったから。ないですね、ね、はい、山ちゃんず、山ちゃんず面白いかも、はい、なんかこの前ね、ジュナナキちゃんの
あのマサイマユちゃんが来てくれて、マサイマユちゃんともコンビ名を決めようってなって、なんだっけ、ズキマサ、ズキマサ、無難な、無難なあれだけど、ズキマサカッコ仮にしてたんだけど、はい、ソララちゃんとのコンビ名は山ちゃんズ、山ちゃんズカッコ仮しようかな。そうですね、せっかくだから山コンビとして、はい、これから、ね、一緒に山を盛り上げていきましょう。山を盛り上げていきましょう、ね、じゃあ山ちゃんズカッコ仮ということで、はい、皆さんこれからよろしくお願いします。お願いします。ということで以上、ささやき握手会でした。 AKB48 のささやきラジオ、多分山梨石川福井でしか流れないから。AKB48 のささやきラジオエンディングのお時間です。そららちゃんどうでしたか？はい、どんどんなんか最初は結構ささやきが難しくて、うん、あ、私苦手かもしれないって、はい、思ったんですけど、ちょっとやるにつれて、うん、お話しするにつれて、うん、ささやきできるようになってきたかなって思います。確かに地声、そうですね、地声出ちゃってたもんね。ちょっと声量が抑えきれなくて確かに。しかもこのささやきラジオはもうささやき一発目からささやきだから、はい、で余計になんか普通のラジオと違って、ね、ちょっとつい声がドキドキ感があるし喉を鳴った声も全部さ聞こえちゃうから。そうですね、ドキドキするけど、ドキドキします、ね、でも話してき楽しかった、はい、いろいろ話できて楽しかったです、ね。この番組はラジコのタイムフリー機能で1週間以内であれば後から聞くことができます。山梨県、石川県、福井県以外でお聞きの方はラジコプレミアムに登録すればタイムフリーで聞くことができますので、ぜひお試しください。またこの番組ではあなたからのメールをお待ちしております。メールアドレスは akb@ybs.jp、 akb@ybs.jp。 またこの番組の感想はツイッターでハッシュタグ AKB48 のささやきラジオでつぶやいてください。ささやきはひらがな、ラジオはカタカナです。ここまでのお相手は AKB48 山内瑞希と山崎空でした。バイバイ、 バイバ。この番組は山梨日日新聞社の提供でお送りしました。